僕はチビじゃない、で弱いじゃん、でいつもそういうふうに思ってるんですよ。だから持たれ今稽古してるの見たらね、こうやってこうやって待っててくれてるの、彼待っててくれてるのをこうやってやって、こうやってこういうところどうやってやっつけるかってことを考えてるでしょ、こうやってね、でこう持たれちゃったら終わりだと僕は思ってるの。だから持たれないようにやってる、持たれないようにその間にいいところ行って、でいいところ場所いかにしたら安定してるかってことを考えてるので、だからこういうところ なんていうかな持たれたら終わりだと思ってるから、で持たれないようにやってるの、持たれないように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 だからなんていうのかな、いや稽古方法がやり方が違うんですよ。あの持たれてこうやって持たれて、はい待っててね、それからどうやってやるかってことを考えてるよりも、うんとね、そっちの方が大事だと思ってるから、だからこうやっても、ああ持たれない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 でこういう資格もらって、それで自分が安定してるって、そういうことを重要視してるから、あの他の先生はすごく大事、そういう稽古もすごく大事なんだけど、そういう違いがあるっていうことね、それハッと気づいたんですよ。で見てたらみんなこうやって持たれてこうやってやってんだけど、あったってこうやってこうやってやってたらやられちゃうよなって思ったの、自分がね、こうやって行ったらやられちゃうんだから、こう来てんだから、ワン来てやられちゃうんだから、だから持たせないっていう、そういう持たせないでよ、こういう重心もらってる、で自分が安定、いかに どうしたら自由に動けますかっていうことを考えてるので、そういうことをね、あのやり方が違うって、その稽古の方法が違うってことだけ理解しておいてほしいのね。でこうこうね、でこう自由に動くってことを自分としては練習して、持たれたら終わり、持たれたら終わり、だから持たれないの、まあそういうことで。じゃあ転換から言いましょう。転換とか入り身とか難しいんだけど、まあ要はね、こう近いの近いので自分の中に入れてるってことなので、自分が動くと彼ももう動いてくるの、近いの近いの、ここだから、こういうふうに離しちゃったらやられちゃうってこと、いや引っ張り込まれてやられちゃうの、だからこういうふうに来た時ほら近い自分に近いってことね、自分に入れてるって感じ、自分の体重使ってんの、こういうふうにほら使ってんのほら近いよね。でそれコツだから、みんなあのコツいろいろあるんだけど、こう離れたらやられちゃうの、これ近いの 体重使ってるの、体重だから近いの、ほら離してないの、だからこう離れちゃったらやられちゃうの、だからこういうふうに近いの、それやられないよ、ここにずっと近いんだもん、ほら でもこの手とかね、この足とかあるんだけど、そういうところを避けてんの、それで避けてんので、見てるので、近いの 体側に近いの、そしてこういうふうに入ってんの、だからバラバラに使わないってこと、手自分に入れてるってこと、相手をね、相手をで自分と一体化するとか言うじゃない、だからそういうふうにやってんので、転換してこうほら近いの一体化してんので、これを離してこういうふうに待っててもらって、こういうふうにこうやらないってこと、で持たれたらやられちゃうんだから持たれないように本当はやってんの、そして持たれてもやってるっていうか、こうね、持たれても近いで近い、こう近い、そういうことだけ注意して、あのやってるうちに、稽古やってるうちに離れたらやられちゃうなとか、それから、そういうことってのは稽古やってないと分かんないから稽古やって、それで相手がちゃんと持ってくれるってるから、でそれをこういうふうに近い、それ実感してほしいんですね。じゃあ少しやってみましょう。上と下見てると、こうやって離して これは僕の手を離したいんだよね、向こうにね。でこっち持っていかれちゃうと、
ここのへそに持ってかれちゃうと僕はやられちゃうの、これは体重使えるから。だけどこっちへ離してくると彼もこう来て、いやいやいや、そしてこういうふうに回ってきて、そしたらほらやられちゃう、なんていうのかな、こう離してるとやられちゃうの、離してるとやられる、こう、まあ、ここからそういうふうにやったんだけど、こう出てきて、まあ、例えばさ、こう出てきて、ここ離れてるとね、離れてると、あの、それでもいいよ、で、そしたらこう、離したいの、離して中に入れたいの、僕は。離して中に入れたい。離して、こう来たら離して中に入れたい。そしたら、ほら、あの、なんていうの、だ話したいわけ。相手の手は中に入れられちゃうとやられちゃうから、そうやられちゃうから、だから話したいの。そして中に入れたいの。そういうふうにしたいの。で、だから中に入れ、あ、外に持ってか、自分がこう掴みに行ったらね、持ってかれたらやられちゃうってこと。だからそういうふうにならないようにやってんの。そういうふうにならないようにしたときに持ってこういうふうに自分が手出したらやられちゃうんだから、こうやってきたらこうやってきたらやられちゃうんだから、だからこうやってきたらここにつけてるので、体側に近いの、こういうふうに出してないの、こういうふうに出したらやられちゃうから、だからこうきたら自分がここにつけてるの、だから体重使えるの、こういうふうに使えるの、そういうふうにやってんだよね、だからやり方が違うっていうのは、こう来てもこう離したらやられちゃうの、だからこう来たらすぐ入れてんの、すぐ入れてんの、こうやって離していかない、すぐ入れてるの、こういうすぐ入れてる、だからこうね、こうすぐ入れてるの、すぐ入れてるよ、こう離していかない、離していったらやられちゃう、そしてだから中に入れてんの、こういうふうに中に入れてんの、そういうことを考えて、いや相手を中に入れるっていうのは仕事だから、お、中に入れるの、中に、この中に、もうそれだけしかないので、あの品川先生とかいろいろやってた指伸ばせとかね、こうもっと待っててもらって指伸ばす、ほら難しいから、あのできねえの、俺はできねえって、だからそれはできないの、だからもうこういうところは外に出していくんじゃなくて中に入れて、そして中に入れて、中に、これ簡単でしょ、中に入れるだけ、外に出したらやられちゃう、外に出したらやられちゃう、だから中に入れるの、中に、そしてこうこれ簡単まあアドバンスだっつってんだけど、あの品川先生とかね、指の腫れとかね、そんなこと考えてらんねえから自分の中に入れるのがもう精一杯で、自分の中に入れる、そして自分が弱くしない、相手に対して自分が弱いんじゃいけないから、あの例えば天地投げでもこうやって手を打ったら、それはテクニックがうまきゃできるんだけど、近づくだけ、ここが近づいて、近づいてるだけ、だからここで競ってたらやられちゃう、はい、やられちゃうんだよね、だから近づくだけ、こうやって体側近くて彼をこっから持っていけないんだから、だからここは自分の方を指さして、この下はね、下ちょっと倒してたけど、このじゃあいいよ、こっちはこの中に入って、でここはこの指はこっちこういうふうに入ってる、そしてこの力でいかにやらないかっていう話なの、この指とこの指は要は体側に近いの、こういうふうに体側に、で自分の方を刺してるので、ここもここも刺してる、こ
ね、ここも刺してんの、ここ離れてないの、こうやって離したら力がなっちゃうんだから、だからこういうふうに、はい、こういうふうにほら下下下下下上上、そして横の上、上の力はこっちで下の力はこっち、それだけしかやってないんだから、こうやりたいのはわかるよ、こうやってね、やりたい、この手を任して、でもそれやったら負けちゃうんだから、だから自分のところ持ってってこう、そういう感じね。じゃあちょっと天地投げやってみようか。なるべく上と下で隙間に入るって感じね。そして遠くだとやられちゃうから、近いで自分の中心に近い、そして下上、あの意識はいろいろあると思うけど、まあそういう見てるとね、やっぱり無意識でこういうふうに持ってきてんだけど、この手使いたいんだよね。この手ってことは、使いたいってことは、ここ隙間できてるから、ここに隙間できてるから、こうやって、こう隙間ができちゃまずいわけ。離れてるから。で、近いの、こうやって、ほら、隙間がない、ないっていうかな、こっち、こうやってやったら、いくらやったって、こうやってやったら、ね、力なんだから、だからこうやってこっち来てんの。ってことは力が入ってるから隙間がないの、ここの隙間がないの、ここにだからさ、やってるつもりなんだけど、みんなやってるつもりなんだけど、どうしてもこっち、ほら隙間が出てきちゃってね、待って、隙間がないの、こうやってほら隙間がないでしょ、ここほら隙間ないの、そういうふうにやってほしいんだよね。で、捕まれちゃったらこう引っ張り込まれてやられたりなんか しちゃうから、だから来たらですよ。で、こうやって下を落とす。こうやって来たら捕まれないように。で、いいところ来たら落とす。近い。こうやってこの手をやっつけようと思ったら離れちゃうの。で、ずっと気が来るから。期待するから、ここの隙間にこういうふうに入って、近いの、ここが隙間ができてるってことは、この手が突っ張ってるってこと。だからもらってるんだから、こうやってほら、こうやって、そういう話、ね、突っ張ってないの、突っ張って、こうやってこう、突っ張って、なんていうのかな。体側に近いってことね、体側にこうやって突っ張らない、手でやってるから突っ張らない。じゃあちょっと離れてなるべく近いっていうのね、近い。ここの隙間、この隙間見てるのね。そして隙間が空いてたらやられちゃうってこと。こうやって持たれたらやられちゃうんだから、だから持たれないようにしてんので、自分が隙間がないの、そしたからここに入ってきてるんだね。で、こう隙間がないの、隙間がないからこういうの、ほら隙間がないの。だから隙間があったらやられちゃうってこと、やられちゃうってこと。だからこう自分の男にもらってんだから、こうやってもらってんだ、この手もらってんの、だからこう入ってもらってるっていう意識がないと、なんていうの、弾いてるって意識じゃないの、もらってるって意識、全部もらってる、全部もらってるの、こうやって来てもらってるの、もらってるの、こっちで隙間がないでしょ。そしてここいいや、こうやって受けて、こうやってダメなの、こう隙間があるから、隙間がないの。そしてこういうふうに、ほらだからこれでやってるわけじゃなくて、自分の位置がこういうふうにこうやってきてるから、ほらここでやってないの。だからこの隙間がないからこうやって隙間がないから、ほらこうそしてここがこういうふうに入ってるだけ。じゃあいろいろさばきがあるからこうはね、こうやってこう隙間がないの、今の話でもいいよ、こうやって隙間がないの隙間がないの隙
隙間がないの、 ここでやってないの、ここでやってんの、ここで隙間が、隙間取れてんの、ここで隙間取れてるんです、隙間取れてるんです、隙間がないの、そしてこういう風に入ったの。だからここは関係ないのね、ここはね、ここでやってないから、固定返しもそう、固定返しも隙間があるから、ここ隙間があるから、隙間ないの、こうやって隙間ない、隙間ないの、そういう感じした方がいいんじゃないかなと思うんだよね。でまあいろいろさばいてやってみましょう。最後にこういうこういうやばいやばいなって、こうやや来たるね、やばいなって、こういうふうにこういうふうにやりたいの、それで隙間がないようにしてこういうふうにやりたいの。やばいなってこう小さくなって、やばいなってこう やばいなってこう四角もらったの、そしてこうね、やばいやばい、それでこういうふうにやるって形、ね、そういう形やりたいの。だから無視するっていうのはこういうところ無視して、 ここで競い合うとこうになっちゃうから、こうになっちゃうから、でいや こう来たんだけど、やばいってこういうふうに、それで中に入るんだよね、こういうふうにこういうふうに、やばいなってこういうふうに感じ、そしてこの手あるからこういうね、こういう四角っていうかな、こう来てもこう出していかないで、競っていかないで、こうやばいなってこういうやばいな、それでこう落としたらいいね、自分のここにこういうふうに、要は全部もらうって感じ、要は全部もらう、全部もらうの、こういう全部もらう、全部もらう、出さないこうやって出していかない、出していかない、全部もらう、こうもらう、こう、それで塩投げとかね、あのこうやばいなってほら全部もらうの、そして回って、じゃあ塩投げでやってみましょう、どうぞ。